下本熊治、下本熊治、6月2日から1945年9月21日は、日本陸軍の軍人。最終階級は、陸軍中将。高知県高岡軍東又村四津出身。加減工業、桃の四、男として生まれる。東又小学校、海南中学、広島陸軍地方幼年学校、中央幼年学校を経て、 1903年11月、陸軍士官学校を卒業。1904年3月、不評勝位に任官し不評第37連隊付となり日露戦争に従軍。1911年11月、陸軍大学校を卒業。1912年12月、参謀本部員となり、第16師団参謀、参謀本部員を歴任。 1918年6月、不評調査に昇進。1919年2月から1921年1月まで、シナ政府を併。1921年11月、不評第三連帯付に発令され、同月から1925年1月まで、フランス出張となる。この間、1922年2月に、不評調査。1924年12月に、 不評大佐に昇進。1925年5月、陸軍不評学校教官に就任し、不評第5連隊長、不評学校教官を経て、1930年8月、陸軍少将に進級し不評、第24旅団長となる。1932年2月、第1次上海事変勃発により動員され、混成第24旅団長として出征。同年月、 不評学校付けとなり、同校幹事を経て、1934年8月、陸軍中将に進み、下関要塞司令官に就任した。1935年3月、第三師団留守司令官に移り、同年12月、第八師団長に親保された。1937年8月、予備役に編入されたが、同月に招集され、第108師団長に就任。 日中戦争に出征し、石火総海戦等に参戦し、臨府を攻略した。1938年6月、参謀本部付となり、同年7月に召集解除され、高知支出先に下遇した。終戦後の1945年9月に、東京で自決した。ありがとうございます。